あの男より奪いしも我が有益に使うは道理。天空日輪よ、起床しこの国を支配せよ。誰かの手駒で収まる元就様ではない。それがしにはわかる。さらばだ友よ。元就どこかにてまた会おう。あれとは相入れぬ。その技は取り入れよう。ただし我々に卑劣な、このような場所から攻撃を。卑劣で策にかかった斧を折れ。お前さんなら穴蔵の良さ分かってくれるだろう。この枷は小生の一部とは言いたくない。奪ったところですでに用済み。運がなかったんだよ、小生以上にな。盤上が駒のしたたかさ、思い知るがいい。焼き尽くせ。ここは天空、日輪の加護道あり。増強はご覧のようではない。目が！うっ、壁が迫ってる。いいか、ここで全員を失うな。ここよ、火の網にかかるがよ。元就様、我が軍の兵も共に捕まっております。駒は撃つな。全ては我が万丈。くだらぬ報告をするでな。悪鬼を日の本の中心で、それが我ら毛利の大願ぞ。次の一手を打つまで。王政にも欲しいものはあるんだよ。さあ、貴殿も日輪信仰に帰依するがよい。最後に主が勝れば、我らの勝利よ。天よ、この天空日輪を結びかも。輝き降り注げ、光のかも。ついてる、官兵衛さん。今のあんたはついてるよ。所詮は己が主君だよ。異能が効いて呆れるわ。敵に勢いがある。このまま様子を見るの手か。命を投げ打て。貴様が消えても毛利は滅びない。悪なる上は土ぼこりを払えば結構男前なんだぜ。あの人愚か。貴様は犬死に言う。弱気になるな。それがしよう。主を信じるのだ。所詮は捨て駒。我が策にほころびなし。切られても意地を見せるのが足軽ってやつだ。幾百の時を経てもなお滅びぬ国、そこへ導きうるはただ一人、このアマテラスの巫女のみよ。日輪よ、絶大なる加護を。愚者を照らし浄化せよ。貴様の背後に妙な光が見える。声が聞こえる。少数も同じ。消えた。小生に勝てば穴蔵はくれてやる。
滅ぶな今、万能なる血の前に。日輪よ、我が大望を遮らん者に罰を。良いわ、次の策に移るまでよ。お前さん、眠気覚ましならいい鉄球があるぞ。貴様も我が英知の半数も理解できまい。このような断物貴様にくれてやる。者ども、動力炉を破壊せよ。しかし元成様、まだ我らの兵が。まさか自らの船を沈めるつもりか。一輪よ、我をも本気の出し方、困っと捨てるか。出しちゃうぞ。王政に負けるとは、よっぽど月がなかったなかった。いや、小生は月を使い切ってしまったのか。おいおい、なんだかんだで連戦連勝だぜ俺たち。いっそこのまま天下を取っちまおう。てか、そうだろう、官兵衛さん。そうなのか官兵衛さん。そうだよ、その通りだ。小生一世一代天下取りの大策略だ。やっぱりか。確かにこの調子でいけば官兵衛さんが天下人に。すげえ、見直したぜ官兵衛さん。だろ、調整実はすごいんだよ。よし、お前さんたち分かったら、ほったほった。戦艦墜落、毛利は安芸へと逃れました。豊臣軍が足利軍と激突しました。覇王となったかつての青年か。さて、どんな音色を奏でてくれるか。水色気境の旗に不穏な動きあり。尋ね者